レジージ・ジャクソン、レジナルド・マルティネス・ジャクソン、レジナルド・マルティネス・ジャクソン、1946年5月18日帯は MLB の元選手。ポジションは外野手。アメリカ合衆国ペンシルベニア州、アビントン出身。ニックネームはミスター・オクトーバー。バリー・ボンズは重低。の MLB ドラフトでカンザスシティアスレチックスから一巡目。 全体に2位に指名を受け入団。6月9日のクリーブランド・インディアンズ戦でメジャーデビュー。チームがオークランドに移転し、オークランド・アスレチックスとなったはレギュラーに定着し、29本塁打、74打点を記録するが171三振というリーグワーストも記録する。は6月14日のボストン・レッドソックス戦で5、アンダ10打点、7月2日のシアトル・パイロッツ戦で3。 本類打を放つなど、前半戦で打率。287.37本類打、79打点を記録し、オールスターゲームに初選出され、先発出場を果たす。後半戦は10本類打に止まるが、打率。275.47本類打、リーグ3位118打点、同2位114支給、2位、出塁率。410、同3位。 いずれもリーグトップの123得点、超打率、608アップス1.01842、三振を記録し、MVP の投票では5位に入った。は6月中旬まで打率が2割前後と不振に陥り、打率23、237.23本類が、66打点、リーグワーストの135三振と不本意な成績に、終わった。 も4月は不調だったが、その後調子を上げ、4年連続リーグワーストの161、三振ながら打率。277.32本塁打、80打点を記録し、チームの地区優勝に貢献。ボルチモア・オリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦で、ジム・パーマーから2本塁打を放つがチームは、敗れ、3連敗で敗退した。は25本塁打。 75打点を記録し、チームは、地区連覇。デトロイトタイガースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、最終第5戦で足を負傷。チームは41年ぶりのリーグ優勝を果たし、シンシナ・ティレッツとのワールドシリーズも4勝3敗で、制したが、自身は出場できなかった。和打率。293。いずれもリーグトップの32本類が、117打点、99得点。 超打率。531アップス、914の高成績で、最多本塁打、最多打点の2冠を獲得し、チームは、畜産連覇。オリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率。143と不審だったが、チームは、リーグ連覇。ニューヨークメッツとのワールドシリーズでは、大手をかけられた第6戦で、トムシーバーから2二塁打を放ちに打点。第7戦では、 ジョン・マトラックから2点本塁打を放つなど打率。310.6打点の活躍で2年連続のワールドチャンピオンとなりシリーズ MVP を獲得。MVP も満票で受賞した。は、開幕から絶好調で4月に打率。397.10本塁打27打点を記録するなど6月初めまで4割近い打率を維持。その後はやや失速したが、打率。 289.29本塁打93打点を記録し、チームは地区4連覇。オリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率。167に終わるが、チームはリーグ3連覇を果たす。ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズでは、第一戦でアンディ・メサースから先制の本塁打を放つなど、活躍を見せ、史上3度目のシリーズ3連覇の偉業を成し遂げた。 は36本塁打、104打点の成績で2度目の最多本塁打を獲得し、チームは地区5連覇。レッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率、417.1本塁打と活躍するが、3連敗で敗退した。オーナーのチャーリー・オー・フィンリーと対立し、シーズン開幕直前の4月2日に、ドンベーラー・アタニ選手との交換トレードで、 ケン・ホルツマン・ホカイチ選手と共に、オリオールズに移籍。同年は27本類が91打点、リーグトップの長打率。500にキャリアハイの28盗塁を記録した。オフにフリーエージェントとなり、11月29日に、ニューヨーク・ヤンキースと5年総額300万ドルで契約。は打率。286.32本類が110打点を記録し、 チームの地区連覇に貢献。カンザスシテロイヤルズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、打率、125と振るわなかったが、チームは、リーグ連覇。ドジャースとのワールドシリーズでは3勝2敗お手をかけて迎えた第6戦で、すべて初級打ちの3打席連続本塁打で5打点を記録する大活躍。シリーズ通算で打率、450.5本塁打、8打点の成績で、 チームに15年ぶりのワールドチャンピオンをもたらし、2度目のシリーズ MVP を受賞。ミスター・オクトーバーのニックネームが付けられた。ワニジュ本類が97打点を記録。チームはレッドソックスに最大14ゲーム差をつけられるがその後に驚異的な追い上げを見せ、最終戦を終わって同率で並ぶ。10月2日のワンゲームプレイオフでは追加点となる本類打を放ち。 地区優勝に貢献。ロイヤルズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率。462.2本類が6打点を記録し、リーグ3連覇を達成。ドジャースとのワールドシリーズでは打率。391.2本類が8打点の成績でシリーズ連覇を果たした。は29本類が89打点を記録するが、チームは地区4位に終わった。 和キャリア唯一の打率。300.41本塁打、111打点の高成績で5年ぶりの最多本塁打を獲得し、2年ぶりの地区優勝に貢献。ロイヤルズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、本塁打、打点ともに0で、チームは3連敗で敗退。MVP の投票では、ジョージ・ブレッドに次ぐ2位に入り、同年から制定されたシルバースラッガー賞を受賞した。 は50日間に及ぶストライキで6月にシーズンが中断されるまで打率が2割を切る不調、落ち入る。再開後は復調したが打率237.15本塁打に終わる。同年は全校規制の変則日程となり、チームは全期優勝。ミルウォーキーブルワーズとのディビジョンシリーズでは2本塁打、4打点置き、フルスアスレチックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、 第2戦で負傷し、以後は欠場するがチームは3年ぶりのリーグ優勝を果たす。ドジャースとのワールドシリーズでは、第4戦から復帰し本塁打を放つなど打率、333を記録するが、チームは2勝4敗で敗退。オフにフリーエージェントとなった。1月22日にカリフォルニアエンゼルスと契約。同年は、 リーグワーストの156三振ながら39本塁打。101打点を記録し、ゴーマン・トーマスと並んで最多本塁打を獲得。チームは3年ぶりの地区優勝。ブルワーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦で、ピート・ブコビッチから本塁打を放つが、その後は不振で打率。百十一。チームは二連勝で、球団創設以来初のリーグ優勝に大手をかけるが、 そこから3連敗で敗退した。オフに2度目のシルバースラッガー賞を受賞。は、後半戦で打率。173と不振に陥る。終盤は控えに回ることも多くなり、打率。194.14本塁打とルーキーイヤーを除けば、キャリア最低の成績に終わった。9月17日のロイヤルズ戦で、通算500本塁打を達成。は4月に打率。 407を記録するなど6月までは、打率3割を維持するが、後半戦は打率、195と不振。9月18日のロイヤルズ戦では17年ぶりの1試合、3本塁だ。打率、241.18本塁だながら、キャリア2番目の92支球を記録し、チームは4年ぶりの地区優勝。レッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率。 192と不振。チームは3勝1敗と大手をかけ、第5戦も8回まで5から2とリードするがそこから逆転負けを喫し、第6.7戦も敗れて敗退した。オフにフリーエージェントとなり、12月24日にフルスアスレチックスと契約。は、年齢もあって衰えを隠せず、打率2割前後と不調で終盤は控えに回る。打率。 220.15本塁打に終わり、同年限りで現役を引退。2、アメリカ野球殿堂入り。同年ヤンキース時代の背番号、44が、にアスレチックス時代の背番号、9がそれぞれ球団の永久欠番に指定された。現在はヤンキースで、GM 特別アドバイザーを務め、更新の指導を行っている。豪快な性格と歯に衣着せぬものいいから、 常に周囲との問題を引き起こした。アスレチックス時代には、オーナーのフィンリー、ヤンキース時代は、当時の首相サーマン・マンソンと、グラウンド内外で立したり、当時の監督ビリー・マーチン、オーナーのジョージ・スタイン・ブレナーとの関係はたびたび、メディアに取り上げられた。特に、マーチンとは、県連の中であり、1977年6月18日の、レッドソックス戦では、 起用法が原因で激しく抗論し、それが全米中継のテレビで放送された。その反面審判に対するマナーは良く、抗議するときは必ず下を向き、睨みつけたりすることはしなかったという。ある審判は、若い頃の彼に、大打者は審判の判定に文句をつけないものだと、言ったところ、彼は引退するまで審判の判定に一言もクレームをつけなかった。 彼のマナーは最高だと褒めたたいていた。また、ファンの求めるサインには試合前でも可能な限り、心よく応じた。ブルワーズのスプリングトレーニングに参加してメジャーに挑戦していた江夏豊と対戦し、センター前にヒットを打ったことがある。試合前に江夏は自分は日本で反逆児と呼ばれていた。アメリカで反逆児と呼ばれているレジー・ジャクソンから、 三振を取るのが目標だと語っており、それを知っていたジャクソンは、試合後にヒットを打ったバットを送った、エナツはその試合で2失点し、開幕前に解雇されたため、メジャー挑戦はそこで終わっている。映画、裸の銃を持つ男、1988年に出演し、洗脳されて、英国のエリザベス2水上を銃で狙撃する、未遂に終わるという役を演じた。 マコーレイカルキン主演のリッチー・リッチ1995年ベースケットボール1998年などにも出演している。また出演はしていないが殺したいほどアイラブ・ユー1990年映画の舞台はニューヨークでは殺し屋が標的の家でジャクソンのサインバットを発見し興奮のあまりレジー考慮を始めるシーンがある。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。